入れればいい。うん。おお。すごい部屋、ね。ちょっと待ってよ。うん。まだカーテンが閉まってる。61階横浜の景色が全部見えてるね。やばいね、すごい。なになに、ん、すごいよ。ダブルベッド、イエーイイエーイ。いや、すごいすごいね。眺めがすっごっ。こっちはシティビュー。はいはいはい、はい。反対側はオーシャンビューってこと？そうよね。そっか。すげえ。でもシティビューでもさ、夜景すごそうじゃない？ちょっと楽しみなんですよ。楽しみよね。てか夕焼けが楽しい、ここ。あ、確かに。雨降らなくてよかった。初めてじゃない？あなたの旅行の中で初めてです。なわけない。見て綺麗。すっごい夕日が綺麗。これそのまま来たらいいじゃん。首透けちゃうよ。透ける？うん。ちょっと見てみて。見てみないよ。そこに鏡あるでしょ。透けません。透けてるよ。透けない。透けてる。透ける。せっかくこんな綺麗なさ、絵を撮ってるのにさ、うん、乳首透ける透けないな。あ、また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 、ごめんごめん。はいはい。やばい。おい、おい、おい、おい。ご飯はどうすんの？どうしようかね。何食べたい？何でも食べれる。何でも食べれる。どうしようかな。俺はもうビールが飲みたいな。確かに。うん。どんなもん食いたいの？がっつりはいらない。わわ。おつまみみたいな感じがいいな。お酒飲みながらちょっとつまむみたいな。そうかそうか。ちょっと歩いてみる？ええ、りょうちゃん、りょうちゃん。うん、近い。じゃあるんだね。白行き。ありだな。ほんと？うん。嬉しい。え、な、ここさ、なんだろう、高すぎんのかな？電波が悪いんですけど。嘘。まあ、いいけど、そしたらその前に、スカイガーデン行きたいの。うん。それは夜じゃないの？だってお酒飲んでから上に行くのはちょっと。落ちませんよ。いや、落ちませんっていうか、しんどくないっすよ。じゃあ行かなきゃいい。お酒飲んで行きたくない場所なんて、本来行きたいとこではないのよ。いや、違うよ、違う。それは違う。何ですか？普段は行きたいけど、うん、お酒を飲むことによって、はい、まあ、行っかってなっちゃう。だから、そう、だから。飲んでなかったら行きたいのよ、行くのよ。だから、そこまでなんだってば。そんなことない。お酒飲んだら行きたくないところは、本来行きたくないんです。何？え？何何何？どうしたいの？ちょっと待って。あ、何待ち？ちょっとだけゆっくりしたい。15分だけゆっくりして。寝るってこと？横になっていい？どうぞ。うん、これ目当てなんだろ？そうよ。ドラクエのね。うん。やつ。パワースライダー。わからん。みんな知ってんの？知ってるんじゃん。タワースライムだけさ、スライムタワーだったけど。そうなんだ。すごいね。かわいい。無垢な笑顔。うん。落ち丸みたい。あのさ、スライムってさ、うん、怒ったりすんの？怒ったりするよ。あ、するんだ。ピキーって。へぇー。楽しみ。わ、すごい。うん、コスモワールド、上から見えるなんてね、すごいね。すごい。わ、すごい。すごいじゃん。すごい。いいね。すごい。綺麗。でもさ、まあ残業されてる方に感謝なんですけど。そうね。って考えた場合、うん、夜景って本当に綺麗なものなのかね。
哲学。この目に映ってるものは本当に素敵なものなのかしら。開けてみて。何何大丈夫？ふらついてる？飲みすぎた？え、どんなもんなのかな？わ。うわ。すごいね。ちょっと暗くした方がわかりやすいかな。そうだね。ちょっと部屋暗くしてみようよ。うわ。やば。うわ、きれい。見て見て。ほら。エロ。エロいんだ。エロいやん。いや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 。じゃあ、あとはもう部屋で飲み直そうぜ。うん。さあ。飲み直しじゃあ。ちょっと待って。まあ、この景色もいいし、うん、もう、まあまあまあ、いろいろいいんですけど、うん、50円引きっていう。ここはね、ちょっと、うん、なんだろう、旅行行ったのに、いいじゃん。倹約みたいな、ちょっと。倹約じゃない。うん、こう、美味しそうだったのが、たまたま安かっただけよ。まあ、飲み行ったしね。うん、そう。いいね。なんだろう、この、なんか懐かしいね。あれ。ああ、確かにね。どこだった？え、あれ横浜だったっけ？違うよ。東京だよ。え、どこ？インターコンチネンタルだよ。あ、そう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 。うん、あれは記念日？確かそういう感じだった気がする。そうだよね。でもさ、一応8月でしょ？絡めるとしたらさ、うん、僕らが。あ、パートナーシップ先生を出した時ね。最初の。最初出した、うん。なんか今はパートナーシップ先生出して多分すぐ、降りるけど、その当時は、何年前？ 6 年前かな。多分もうそんな経つ？うん。その当時は予約開始みたいな感じで、うん、東京都で3番目にパートナーシップ先生ができた街だから、そう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 。なんか、そうだよね、まだ始まってなくって、うん、だから、とりあえず予約みたいな感じで、うん、で、翌月の9月6日に受理されたみたいな感じだったね。そうよ。怖いー。大丈夫。大丈夫、行け。いやー、来い、来い、来い。あー、上手。ありがとう。いいねー。だから、まあ、ということで、うん、それに絡めた、今回の、うん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 。パートナーシップ先生して6年目の記念日でいいんじゃない？すごいね。2018、19、20、21、22、23、24。あ、でしょ？うん。よし、じゃあ乾杯しよう。乾杯しよう。乾杯。イエーイ、乾杯。ああ、うま。美味しい。うん、ま。足りなくね？俺でっかいの欲しかったもん。でもあれよ、俺はもういらない？スパークリングはこれだけにしよう。本当？うん。じゃあ食べて。食べて食べて。食べよ。しょうちゃん好きなあん肝も買ったから嬉しい。いやー、でもこんなところに泊まれるとは思わなかったよね。タイミング良かったね。ね、良かったよね。どうしたの？電子レンジ。あ、電子レンジは1階だって。いやいやいや、無理よ。いいじゃん、もうそんなままで。いや、そう、電子レンジ1階なのが無理だね。うん、でも製氷機は各階に、ね、各階に全部あるらしい。オッケー、食べます。うん、おいしい。うんうんうん。え？うん？いらない。うん、結構食べたのよ今日。どうしたの？だって昼間さ、うん、元町中華街から始まったからさ、横浜の旅が、うん、はい、朝中華街を食べ、うん、で間髪入れず中華食べ放題に行き、行った。でも今回行ったさ、中華の食べ放題さ、うん、量がすごいちょうどいい量だったよね。うん、あれは嬉しいよね。なんかさ、いろんなのが食べれてさ。なんか二人で食べ放題来たのに、うん、それで。一皿が4人前で食べた。ね、あるじゃん。あるある。ちょっとそれでお腹いっぱいしてっていう、ちょっと、ね、のちょっと、ちょっと孤独なね。そうそうそう、ちょっと見え隠れするね、お店側のね。でいいんだけど、まあまあわかるでしょ、気持ちもわかるんだけど。わかる。よかったね。そういう、ちゃんと、二人分の量というか。そう。してくれたね。なんか、いろいろ食べたいねって、それぞれ二人で言っててさ、うん、最後、ラーメンも食べたいって、言ってて、うん、結局頼んだラーメンがさ、本当に、一人前くらいの、もう本当に小さいやつだったからね。マジよかった。
よかった。うん。あれはいいわ。な。じゃないとせっかく行ったのにさ。そうなのよ。あんま頼めないっていうのもね。そうよ。でもなんか時間無制限でさ。うん。食べ放題とかすごいよね。うん。でも全然食べれない。食べたよ。食べたけど。うん。もっと食べれると思ってたけど。食った食った食った。あの店で一番食ってたよ。ほんと？うん。怖っ。食ってた食ってた。うん。それで、また今こんなに食べてるからね。うん。満喫したわ。ごめん、かぶった。満喫したね。うん、どうぞ。なんだっけ、何話そうとした？なんだっけ、忘れちゃった。忘れちゃったよ。なんか、なんだっけ、なんか言おうとしたんだけど。もうそれだけ適当、どうでもいいことを喋るとしたんだけど。うまい。今日天気良くてよかったね、くらいのレベルで。いやいや、そんなこと今ここで言わないし。なんだっけな。まあいいや。うん、思い出したら言って。うん、あ、そうそうそう、思い出した。おらん、なんで。前回の動画で、うん、銀行で置き引きあったっていうのがさ、あ、うん、はいはいはい。なんか、嘘みたいじゃない？あの、こう、なんか、ここに来る流れで作った嘘みたいな感じになってない？それ嫌なんだけど、本当に。でも本当にあったじゃん。本当の話じゃん。結局お金戻ってこないしさ。そう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 、誰も頼りないしさ。結局、銀行に連絡してもさ。うん、ね。まあまあまあ、いいよ、いいよ。いろいろありました。うん。置いてた、そうなんだ。置いてたのが悪いみたいな感じだったね。ねえ。でも本当にそうだと思うし。でもそれでもホテルに泊まれるんだから。もともと旅行はしようと思ってて。うん。でも暑いしな、みたいな。そうそう。思ってたんだけど。まあ、決意になったね。盗まれたことがきっかけで、よし行かなきゃっていう、うん。そうよ、悪いことばっかりで。うんうん。起きてたら嫌だし。うん。俺は言うてそんな悪いこと起きてないんだけどね。いいことばっかり。もうこのホテルについて、うん、この景色でテンション上がり、うん、そもそも予定してた部屋より、うん、グレードアップをしてくれてて、それでテンション上がり。そうね。そうね、そうね、そうね、そうね。でもそれの中で一番翔ちゃんがテンションが上がったのが、はい、このバスローブを発見した時。確かに、確かに、確かに。って、りょうちゃん、りょうちゃん、バスローブあるよ、なんかバスローブあるとこ、そこそこいいとこじゃない？いや、いいところよ。でしょ？っていうのもあるし、なんかさ、いや、全然いいんだけど、うん、めちゃくちゃ薄い寝具とかあるんだよ、多分。ああ、ある。寝具合ってる言葉違う、ね。寝具じゃないな。じゃないな。寝巻き？寝巻き？パジャマ？うん。とかある。ネグリジェ？ネグリジェっていうの違わない。明日もね、ちょっと楽しもう。うん。横浜を満喫して帰ろう。そうだね。うん。あ、ごめん、手着で。いいです。別に。気にしないでほしい。気にしないで。うん。うん、どう？何がですか？うちら髪切ったんだ。うん。翔ちゃんやっぱショートの方が似合うと思っている、俺は。そうかね。うん。どうですか？わかんないけど。ショートの方が似合うと思う。ほんと？俺はね。うん。うん、かなり重かったしね。まあね。あれで、また、ちょっと空いてたりとか、したら違ったのかもしれないけど。はいはい、ああ。何遊んでんだよ。あれは、さっ、あの、何、はい、あれは何？いいですよ、別に。そんな大したことしない。ほんと？何？俺さっきのマジ受けたんだけど。何が？よかったっけ？あの展望台に行った時にさ、この、ああ、言ったね。何よ。なんて言った。なんて言ったんだっけ。いや、この景色はすごい、いい、綺麗なものだけど、まあ残業でできてる、そういう、明かりではあるから、結局素敵なものなのかしら。うん。人の苦労の上に、そう、成り立ってるもの。成り立っているのよ。っていうのを感じてる人、人と、ただ単に綺麗だなって思う人の、うん、あれは、全然違うよね。うん。違うよ。うん、違うと思う。そんなことばっかり考えてる、俺は。うん、そう考えたのなんか、うんうん、切なくなっちゃうの。まあね。働きすぎじゃない？うん。まあ家もあるけどね。まあそうね。高層マンションとかもあるから。うん、うん。あとまあ、あれでしょ？高いところは、航空法で赤い光にしなきゃいけないでしょ？そうだね。うん。
多分何メートル以上っていうのが決まってんだろうね。そうだね。すごいよね、なんかね。でもこんだけの、うん。人間がいるってことでしょ。そうね。怖っ。発展しすぎよね。今日一番の思い出は？ないよ。なくないんだけど。なくはないんだけど。なくはないんだけど。ないんかい。ないんかい。いでも全部じゃない。ああ、うん、全部そのそういう逃げ？ないもん。本当？うん。ないっていうか、うん、いや全て良かったじゃない。ある意味、ある意味って言ったら。俺あれに乗れたのが良かった。あったわ。うん。どれ？横浜エアキャビン、ロープウェイ。あ、ロープウェイそういう名前なんだ。すごいね。うん。うん、そういう名前だった。すごい。これはなんだっけ？ロープウェイ。横浜。なったなキャビン。すごいね。うん。イエーイ。すごい。映ってる。あ、観覧車が映った。いいねー。今日泊まるのはそこ。どれや？あれ映ってる？映ってない。あ、映った。今日泊まるとこそこ。すごい。ここに泊まります。なんか結構ドラマとかでさ、出てきてたから、乗ってみたかったのよ、すごく。はい。その中でしょうちゃんとね、ちょっとイチャイチャしたの。うん、うるさい。それが今日の思い出。うんうん。母って。うるさい、やめて、それ。恥ずかしいから。なんで、しょうちゃんは？なんか、ね、大丈夫かな、言葉言って。うん。海上保安庁の、はいはいはい。わかんない。どこまで言っていいのかわかんない。資料館みたいなね。そう。山下公園にあるね。そう。あ、違う。山下公園じゃないよ、あそこ。赤レンガ館だ。赤レンガ倉庫のところにあったやつ。そう。ちょっとすごかったね。いや、ちょっとびっくりした、あれは。いや、もともと気になってたんだけど。うん。で、行けたらいいなと思ってたんだけど。見つけたからさ。うん。でも、あれってさ、通常一般公開し、してないみたいな感じで書いてた。ね、書いてた。書いてたけど、されてたね。ね。よかったよね。いや、ちょっと、本当に空気感が違いすぎた、あの中の。うん。入ってすっごいびっくりしたもんね。うん。なんだろうね、ゾッとするって感じじゃなくて、うん。なんだろうね。空気が違ったな、あれ。やめてよ、なんかもう。なんか、多分、1、2度低いかも。あそこも気温。あれじゃんなんかもう、いるんじゃん。かな。なんかそんな感じがした。別に霊感とかないけど。うん。うん、大丈夫連れてきてないでしょうね。うん。で、いろいろそれの歴史とかを、うん、その資料館を見ながら、ウィキペディアとかで調べてったら、ちょっと切なかったりするし、いろいろ考えさせられたなって僕すごく思った。うん、そうね。うん。なんで笑ってんの？カメラの前じゃなかったしないじゃん。あなたそういうこと。ずるいよね。そんなことないだろ。ハンバーガー食べよ。昨日の残りで。うん？昨日の残りで。うん。朝でーす。朝でーす。眺めがいいでーす。優雅にコーヒーでーす。美味しい。なんか高そうなコーヒーじゃん。本当？うん。味が違う。わかんのかよ。わかるだろ。少しはわかるよ。いつも飲んでるのと全然違う。カルディのコーヒーみたい。それはいいの？あ、だだだ、そう、ちょっと高め。ああ、高めコーヒー。あ、ほんとだ。うん。おいしい。うん。じゃあ、これの、これとは別に、うん。モーニングのあるところを、うん。探してください。オッケー。うん。ちょっと俺、顔が映ってない。顔むくみすぎだろ。いつものことだよ。ああ、美味しい。美味しい？うん。ああ、美味しい。いいよ。
決めないと。うん。行く場所。食べる？あ、いらない。とりあえず俺は。行った？うん。眺め見たいかな。見して見して。取れてるかな？うん。こんな感じです。うん。うん。あ、美味しい。朝はパンいいな。松下ゆきの気持ちが分かったわ。朝はパンって歌ってんじゃん。ああ、うん、パンパパン。でも松下ゆきはライス派じゃない？本当にパン？そうなの？朝食パン？本当に松下ゆきって。わかる。なんかどっか旅行とか行ってさ、うん、朝食パンと、うん、ご飯選べるんですけどどっちがいいですかって聞かれたりしてさ、うんうん、え、ご飯でとか言いづらいかな。え、いいんじゃない別に。松下ゆきの話してんだけど。松下ゆきは知らん。あ、朝はパンじゃないんだっていうその期待させられ。うん。ああ、そうそう。CM に出てるからってことね。そう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 。かわいそう。言われてたらかわいそう。ね、うん。言わないでほしいね。あの、あれが好き。なんだっけ。マックグリドル。マックグリドルね。あの、あれでしょ？パンにさ、蜂蜜？メープルシロップじゃない？メープルシロップが挟んでるんだよね。そうそう、グリドルはね。うん。超美味しい。なんか、それにさ、うん、パティ挟んでさ、メープルシロップと肉とか思ったりしたけど、あれ美味しいね、うん、甘じょっぱいっていうのを、うん、がうまいのを理解しました。はいはい、うん、うん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 